こんにちは、ノアです。本日はですね、またスマホケースを作っていきたいと思います。今回は以前作った鏡の中で会おう。それがこちら。で、これはステッカーを真ん中で切って背中合わせにしたんですね。でも、これを鏡と見立てて、この中で向かい合っているっていう設定にしたんですよ。で、今回の課題は、赤と黒のゴシック調ということと、青いバラを入れてほしいと。でも青いバラは、なんと手書きです。また、あの細い筆を使うのかと思うと、内心ドキドキしてます。自分のじゃないからね。なんて。それは緊張しますよ。で、私のスマホケースで作ったのは、Xperia XZ の、スマホケースで以前作ったんですが、今回は iPhone です。iPhone6 です。なので、ちょっとね、結構詰まり気味になっちゃうのよね、こうやって並べると。ほら。結構詰まっちゃうから、ちょっとその辺を考えてやりたいなと思います。とりあえず、これを黒く塗っていきます。で、もうすでに横のマスキングをしてあります。これは色が表面にいかないためにやっていることです。で、両面テープでこうやってこれパレットなんですけど、両面テープでくっつけておけば、だいたい作業の効率がいいので、両面テープでくっつけてます。まず黒く塗っちゃいましょう。どうなることやら。はい。ではパフをちぎります。これは実は、前もご説明しましたが、100均に売ってる激落ちくんのキューブ型のものです。ね。色を落とすもので、色っていうか汚れを落とすもので色をつけていく、この矛盾。はい。以前も言いました。でもね、使いやすいの、これ。まあ、真っ黒にしていきます。この時、ポン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 してるだけなんですが、机とカメラが繋がってるんですよ。だから、揺れごめんなさい。ちょっとゆっくりやるから。それでも揺れるよね。揺れるよね。なので、もうここは真っ黒にしていくので、一回カットします。ではこちら二度塗りして乾かしてきました。で、実はこれブローチなんですよ。これ外して、使って、で、ここにこれ入れていくと。なので、ちょっと切っていきます。ヘイ、ハサミカモン。これ実はね、B サイドレーベルファンの方の中では、ステッカーをこうやって切るっていうのは結構、ありがちなことで、ベタ貼りって言って、こうやってもう、ベタベタ全部を貼るっていうのが流行ってると、やっぱりどうしても切らなきゃいけない作業が出てくると。なので、B サイドを知ってる方、は、切るっていうのは、そんなになんか、珍しいことではないって感じみたいですね。私は、とてもじゃないけど、切れなかったですけどね、今まで。前の作品作った時もね、切るのすごい勇気いたんだよ。うん。まあ、自分のだからいいんだけどね。今回人のだから失敗できないからね。収まらないと鏡の世界にいるっていうことにならないからね。まあ、こんな感じかな。うん。はい。で、とりあえずこの中も黒く塗っていきます。パフはちっちゃめにちぎってね。はみ出さないように。で、ここが、っていうかなんかちょっとデコボコしてるので、ただ塗っただけだとこのデコボコ感が残るんですよ。なのではみ出さないように、ほんと筆とかで塗った方がいいんだろうけどね、こういうのね。これを一旦乾かしていきます。で、その間に、今度はこれを一旦レジンで閉じ込めていこうと思うので、マスキングテープを剥がします。マスキングテープ剥がすとこういう感じです。まっすぐ色がついてる部分とついてない部分っていうのが分かれるので、マスキングテープ大事。この作業ちょっと大事。喜んでくれるといいな。このスマホケースが良かったって言ってくれたから、それと同じような感じでって言ってくれたので、自分ではここ微妙だなっていう部分もまだまだ未熟なのであるんですが、それを好きだって言ってもらったから、やっぱ嬉しいよね。はい、レジンを流していきます。薄めにね、黒を安定させるためだけなので、薄めに。丁寧にゆっくり伸ばしていきます。で、こっちも、一旦こうやって。はい。では、両方とも気泡を飛ばしてから硬化していきます。気泡は、ドライヤーの、弱温風でいってみたいと思います。はい。では、ちょっと手袋してきました。ごめんなさい。手袋するって約束だったのにごめんなさい。ちゃんとしてるからね。真っ二つにしてくれる。お前らなんざ真っ二つにしてくれるわ。細かいものが切れるハサミが安く売ってたから、手芸屋さんで購入できました。超嬉しい。このハサミ、めっちゃ切りやすい。しかも小さめだから、小回り効くから、いいです、これ、すごく。はい。この3パーツに分けていきました。この3パーツも、ちょっと切っていきます。で、日頃言ってる B サイドレーベルって何ぞやと、思う方いらっしゃると思うので、たまに解説こうやって入れます。B サイドレーベルはステッカー屋さんです、ただの。ただのって言ったら失礼ですけど、ステッカー屋さんでもういろんな人がいろんなデザインでいろんなものを書いて、で、ものすごい丈夫にできてるので、UV をまず通さないっていうのが利点なのと、貼ったらなかなか剥がれない。店舗がそれぞれあります。その店舗に行くとね、店員さんがね、面白いんですよ。もう超話しかけてくれて、どんなの探しですかとか、どんなの好きですか、誰の作品が好きですかって言うんですけど、私は一番上野さんを推してるんですが、でも買ってる枚数としては多分、佐々木さんかな。ね、そんな名前出されてもわかんないと思うでしょ。でもね、行くとね、名前を知っておかなきゃ、これっていうのが、あ、なるほど、だからみんな名前を出すのねっていうのがわかると思います。誰々が書いてるこういうのって言わないと、もう多すぎて伝わんないんですよ。で、しかも、絵のタッチでも誰ってわかるので、新作が出るときは、やっぱ楽しみですね。新作は毎月、月始めの第1土曜日です。だから、好きな人、要チェックだ。ホームページを要チェックだ。はい、切っちゃいました。で、リンゴはとりあえず、小さいので、このままで。ね、こんなことをしたらステッカーへの冒涜じゃないかって思いの方。B サイドレーベルさんは、切ってもよし。っていうのも、言ってくださってるので、大丈夫です。むしろね、ただ貼るよりこうやってね、アレンジして貼る方が、B サイドさんは、アレンジしてくださったんですかって言って、喜んでくれますね、なんか。こうしたいの。こうしたいの。なんだけど小さいので、バラここに書くしかないよね。と思っている。バランスを見る限りこういう風にしちゃうと、ちょっと、まあ、これはこれでちょっと難ありですけど、いろいろね。ここを赤くしたい。で、赤いところに青いバラが乗ると多分おかしくなると思うので、大丈夫そうかな。で、ちなみに、こことここにはマスキングをしました。あ、ちなみに使っている色は、パーマネントレッドの方です。明るい赤の方です。なんかディズニーっぽい配色になったぞ。大丈夫か？夢の国のキャラクターみたいな配色になったけど多分大丈夫。これあとは大丈夫だから。素直にこっちにするか。とりあえず。色落ちるね。絵の具の上にデコポッチは気をつけよう。剥がれない。よいしょ。よいしょ。ほい。ほい。よいしょ。ああ！待ってくれ。待ってくれ。こうして。とりあえずデコポッチでくっつけて、で、いらないデコポッチ部分はちょっと後で汚くなっちゃうので、ここでいらない部分を切る。で、ここも切る。